皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はじゃじゃん、田舎フォーエバー。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。嘘です。はい、今日するのはじゃじゃん、ドラえもんフェイスパック、イエーイ。一応ドラえもん風のモノマネしたつもり。はい、青が大好きなドラえもん、今映画やっているドラえもん、そして誰もが好きなドラえもん、そして四次元ポケットが欲しいドラえもん、青が大好きなんでドラえもんになりきりたいと思います。それでは開けます。あー、やっぱフェイスバックってこういう匂い。あ、ちなみにこちら購入したのはこの店です。はい、この店です。では開けます。じゃじゃーん、あ、ドラえもんが出てきた。結構ジュルジュル、やっぱフェイスパックってあ、見てください、ほら鈴がちゃんとこう、なんていうの、出てる、ほら鈴だけがこうティロンって、すげえ。では早速、やっとドラえもんになれる日が来た。そう、青は何年、あ、でも結構ドラえもんに似てるって言われんねんな。なんかドラえもんに似てるって中学校の頃によく言われてた。それではドラえもんになりたいと思います。ありがとうございます。てってれー、ドラえもん、なんか中国人のドラえもんみたいな。中国じゃん、韓国か。え、なんかどこやったっけ、中国やったっけ、ドラえもんみたい。僕ドラえもんです。飲みたっかん。え、マジで、え、マジで、え、なんかちょっと、もうちょっとなんか可愛い系のドラえもんなんかなと思ったけど、ドラえもんってやっぱ人間がこういうフェイスバックにしてしまったらちょっと残念になってしまうな。え、なんかショック、ちょっと待って、え、ショック。しかもさ、青の口入りきらへん、ほら、はみ出てる。みんなの口ってさ、多分さ、こんぐらいなんかもしれんけどさ、青の口でかいからさ、ほら、ここ開いてんもん。さ、え、口もうちょっと広げてほしくて。え、ドラえもんって口でかいやん。なんで?まあ、はい、今日はドラえもんになれた日でした。なぜか、なんか自分の顔を見るたびなんか悲しくなってきます。私はドラえもんを愛しています。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。それではまた来週。